ではね、どうもみとしです。はい、今回は大阪の美味しいケーキ屋さんシリーズ第2弾です。第1回が動画再生回数がなんと15万回を超えてものすごく反響が良かったので、今回も企画しました。今回の大阪ケーキ屋さん3店舗は結構王道な有名店を紹介させていただいてます。ただ知らない方もいると思いますので、最後まで動画を見ていただけると幸いです。個人的には美味しくて素敵なお店ばかりでしたので、ぜひ見てください。では本編をどうぞ。グルメインスタを本気でやってます。 YouTube では紹介しない店とかもインスタで紹介してます。概要欄のリンクからフォローしてね。はい、まずご紹介させていただくお店がこちらのルピノ北堀江本店さんです。でまずルピノさんって創業が1990年なんですよ。なので30年以上経営されてる老舗のお店になってます。いやすごいですよね。阪神百貨店にもお店を出店されていて、大阪の喜ばれるお土産物としてもよく購入されていく方が多いみたいです。で僕もね 2,3 回ほどですね、知人からいただいたことはありました。北堀江で生まれ育ったオーナーさんが大阪の名店になり得るお店を作りたいという思いを胸に抱いて26歳の時にオープンしたみたいです。今はね僕閉めてるんですけど、僕も26歳の時に北堀江にお店をオープンしたことがあったので、ちょっと共通点があってね嬉しかったりとかしてます。店内には生菓子、焼き菓子、ホールケーキ、単品ケーキなどありとあらゆるスイーツが並んでました。種類が豊富なのであらゆるシチュエーションに合わせて購入できそうだなと思いました。でケーキ予約とかもできるみたいなので、知人とか親戚とかへのサプライズのケーキとして買ったりするといいんじゃないかなと思いました。で今回はケーキ単品を何種類かお持ち帰りの注文をさせていただきました。で合計ね7つほどケーキ買いました。はい、でスタッフのひなちゃんと一緒に食べたんですけど、もうね数時間後には全部食べきってましたね。食べるスピード早すぎっていうね。では、早速ですねケーキの紹介と感想などを伝えていきたいと思います。でお皿使ってるんですけども、お皿は自分たちの所有物になってます。でこちらシュークリームです。で今まで食べたシュークリームのカスタード史上一番しっとりしてました。ずっしりきますね。で甘さは控えめな感じがしましたね。でよくあるシュークリームってめっちゃ甘いイメージなんですけど、控えめな甘さですごく美味しかったです。いやこれぐらいの甘さのシュークリームはね一番いいなと思いました。で次がスフレフロマージュですね。で結構チーズの味がしっかりしました。で、食感は少ししっとりしていてスポンジ生地でした。でサイズがちっちゃいので小食の方とかすごく食べやすいんじゃないかなと思います。で、ね、これ見てください。宝箱みたいじゃないですか。素敵ですよね。どんどん紹介していきたいと思います。で次は260円のいちごクレープです。で僕クレープ本当に好きなんですよ。でちなみにスタッフのひなちゃんもいつも、好きみたいで、いつもね目細めてクレープクレープってずっと言ってます。で中にはスポンジとクリームがたっぷり入ってます。でいちごはしっかりと酸味があっていい感じに甘さと酸っぱさが混じり合って美味しかったです。でこちらが486円のマンゴーのタルトです。で個人的にはね僕はこれが一番好きでしたね。何よりもそのマンゴーがびっくりするぐらい美味しいんですよ。もう超甘い。でケーキ生地の外側がサクサクで味が素朴で美味しかったです。で中のスポンジが柔らかくてバッチグーでした。で外側にアーモンドがひっついていて香ばしい味がして、それもまた美味しかったです。でこれはね個人的にすごく好きでしたね。で次は465円のメロンっていう名前のケーキです。で、メロンがねもう地球上で一番好きなんですよね。で今回のケーキは赤身のメロンと白身のメロンと2つとも乗ってました。で赤身の方はもう激甘メロンでした。でケーキの中にもしっかりメロンが入ってました。いやーすごくね素敵な時間でした。次が400円のベリーのレアチーズです。いやもうね宝石みたいに綺麗なケーキなんですよ。もうパッと見はもうチーズケーキに見えないですよね。上には赤すぐり、ブルーベリー、ラズベリーが乗ってます。どれも酸味があって美味しいです。でチーズケーキが赤いジュレに包まれてます。で中はトロトロなレアチーズケーキとブルーベリーソースが入ってます。でレアチーズケーキのところなんですけど、しっかりチーズの味がしました。でブルーベリーは、結構しっかり味がしていて、なんか渋い味がしましたね。僕はすごく好みでした。これ好きな人とかはねチーズケーキドハマりするんじゃないかなと思いますね。次は540円のプリンスです。これがね美味しいんですよ。一風変わったメロンケーキで感動しました。でまずメロンの可愛い器になってます。で中にはスポンジとカスタードクリームなんですかねとココナッツクリームが入ってます。でメロンとココナッツ合わせたケーキっていうのを食べたことなかったので、おーってねなりました。でココナッツクリームはすごくさっぱりしていて美味しいんですよ。でメロン食べながらココナッツクリームとカスタードクリーム口に入れて食べてみてください。おーってなると思います。でケーキを食べると口が甘くなるのでイチゴとかを食べたりしてました。酸味が強くてイチゴも美味しかったです。ルピノ北堀江店玉造り店のお店では併設されたカフェがあって、そこでケーキをいただくこともできますので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、次に紹介するのが中谷亭さんです。で大阪上本町駅から徒歩3分ほどのところにお店があります。で大阪上本町はハイハイタウンっていうのがねあるんですよ。なんかその昭和っぽい感じというかちょっと古い感じがね個人的に好きだったりとかしてます。で14番出口を出てこのように進むとお店が見えます。ユフラという施設があるので、その自動ドアを取ってそのまままっすぐ行ってください。すると中谷亭さんのお店があります。で今回はこちらの女性に同行していただいてます。ゆうかさんです。やはりね女性が写ってる方が花があるかなと思ったので、これからは可能な限り上手に出てもらいながら撮影をしたいと思ってます。ゆうかさんのインスタグラムは概要欄に載せておきます。すごいねインスタ映えしてる感じなんで、よかったら見てみてください。で同行してもらって、かつ動画に出てもいいよっていう女性がいれば、ぜひ僕のインスタまで DM ください。で中谷亭さんは1987年にオープンされてますので、30年以上営業されてます。いや、様々なね変化に対応され続けて営業されてるのが本当にすごいですよね。で店内は入り口入ってすぐにショーケースが並んでます。で見たことないようなケーキがねたくさん並んでました。で奥にはイートインスペースがあるので、店内で食べたい方は店内利用ですと店員さんにお伝えしてもらえるといいかなと思います。で可愛いマカロンだったりとかちっちゃなケーキだったりとか、生菓子だったり焼き菓子だったりといろんなものが置いてますので、ぜひ購入したいものを購入してみてもらえるといいかなと思います。チョコレートのケーキとフルーツのケーキがねすごく目に入りました。何がいいか選びかねていたので、今回は店員さんに選んでいただきました。早速ケーキの紹介をしていきたいと思います。まず1つ目のケーキなんですけど、450円のムラングシャンティーです。今まで食べたケーキの中って一番不思議でしたね。でこの白い部分はムラングっていうらしいんですけど、フランス語で卵白に砂糖を加えて泡立てたメレンゲのことみたいです。いやこれがねびっくりするぐらい溶けるんですよ。いやこれすごいですよ。本当に溶けます。で生クリームも甘みがあってすごく美味しかったので、気づいたら全て溶けきってました。でムラングね食べたことない方は是非注文してみてほしいです。で次が500円のスフレオショコラプラリネです。でプラリネっていうチョコソースクリームと下にバニラ風味のクリームが層になってます。でクリームがしっとりしていてすごく美味しかったです。で層ごとに別々に食べても美味しかったですし、一気に食べても美味しかったので、ぜひ注文してみてください。で次は540円の看板メニューのカライブです。もうすんごくビターなチョコレートソースがかかってます。で上のチョコレートも結構濃厚で美味しかったですし、で横にあるチョコレート、横についてるチョコレートもパリパリしていていい食感で美味しかったです。で全体的に超カカオです。いやナッツがね香ばしくてね美味しかったですね。ぜひ注文してみてほしいなと思います。で次がゼリーオフルーツ初夏の果物と白ワインのゼリーです。いやこの商品もね個人的にね好きですね。なんかねすごく品がありました。白ワインがしっかり効いてるゼリーです。でフルーツがフレッシュです。りんごがね一番美味しかったですね。果肉が柔らかくて、でしかも甘いんですよ。で皮にだけ酸味がありましたね。ちょっと不思議でした。で全体的にねすごく大人っぽかったです。もう全部すぐ食べました。でね今回同行していただいたゆうかさんです。YouTube をこれからねやろうとしてるみたいなので、Instagram の概要欄載せておきますので、また YouTube チャンネル開設したら見てみてください。また花が欲しいなと思ってますので、スタッフの三つ星、ひな、よっしーの誰かと一緒に同行出演していただける女性募集中です。ぜひ三つ星のインスタに DM ください。ぜひ行ってみてください。ぜひチャンネル登録してグルメ仲間になってください。また高評価もよろしくお願いします。はい、こちらはサロンドモンシェール本店心斎橋さんです。で行き方なんですけども、心斎橋駅から徒歩3分圏内です。でまず地下鉄心斎橋駅から16番出口を目指しましょう。そして階段があるので登ってください。すると近くに店があります。で店内なんですけども、ショーケースの中にケーキがたくさん並んでます。で店内にお菓子とかがたくさん売られてます。で箱とかも可愛いものがたくさんあるので、プレゼントとかお土産とかにすごくいいんじゃないかなと思います。でこちらのお店では奥にサロンスペースがあって、で店内でケーキをいただくことができます。で今回はそこでケーキをいただきました。でサロンなんですけどもレトロな雰囲気になってます。でお客様は僕以外ほとんど女性でした。で親子、女性、友達とかですかね。で家族で来られてる方もいました。でここにね27歳三つ星スヌーピーのシャツ1枚で着てます。はい、2回目なんですけどもめちゃくちゃ恥ずかしかったですね。で今回はケーキを大量に注文しましたので紹介していきたいと思います。で1つ目は518円のマニフィックです。美味しかったんですけどもちょっと僕の表現力じゃ伝えきれないなと思ったのでポップをそのまま読ませていただきます。すいません。ライチとバラのクリームにフランボワーズ、赤すぐりのジュレを重ねてバラの香りのヨーグルトクリームで仕上げられてるみたいです。で食べたことがないような、ね、味でしたね。で素朴な味という印象が強かったです。でケーキの中に少し酸味の強いラズベリーかザクロみたいなのが入ってあってそれがねちょっとプチプチするんですけどそういったものもね美味しかったですね。で次が518円のエメロードです。でこちらは店員さんがおすすめですよって言ってくださったケーキでした。で見たことない風貌をしたねケーキでした。で外の緑の部分はピスタチオショコラなんですけどものすごく美味しかったです。でケーキの中はいろいろチョコレートだったりとかいちごかラズベリーのソースだったりとかいっぱい入ってるんですけどそれはいた時のお楽しみに取っておいてほしいなと思います。で3つ目は496円のクラシックショコラです。でカカオ 120% のチョコレートを使用したガナッシュが使用されてるみたいです。でずっしりチョコレートでした。チョコ好きにはたまらないんじゃないかなと思います。で4つ目はパルフェプリンアラモードです。でプリンの味がバニラが効いててしっかり美味しかったです。でフルーツも新鮮でした。で下の部分もキャラメルが効いたりとかしていて美味しかったです。で5つ目が432円のバスクチーズケーキです。もうずっしりしていて美味しかったです。でチーズも濃厚です。で上のクリームとかもねものすごくねさっぱりしていて美味しかったです。でバスクチーズケーキってねほんと美味しいですよね。で6つ目がミルクレープです。でフルーツがたっぷり挟まってます。で、桃とオレンジとキウイが挟まってます。でフルーツの味がしっかり強いのでそこにクレープとかクリームとかで美味しさを強化している支えてるっていう感じの印象でした。7つ目は抹茶のモンブランです。で下のスポンジ生地がめちゃくちゃ抹茶なんですよ。でしかもその中にさらに抹茶ソースが入ってます。で上の部分なんですけどまろやかなかぼちゃのソースが入ってあったりとかあとはマロンクリームとかも美味しかったですね。もうめちゃくちゃ栗でした。いや堂島ロールね有名になったサロンドモンシェールさんですね。たくさんいろんなケーキがございますので是非行ってみてほしいなと思います。はい、大阪ケーキ第2弾はいかがだったでしょうか。今回も素敵なケーキ屋さんをご紹介させていただきました。いや本当に素敵で美味しいケーキがたくさんあるお店になってますので是非行かれてみてください。また今回の動画がいいなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またこういった店に行ってほしいですとかこういった企画してほしいですとかあれば是非インスタの DM ないしは YouTube のコメントにコメントください。では次の動画でお会いしましょう。ギャンデイ。